皆さんこんばんは、元気ゲーマーです。ということで続きお願いします。視聴者の方ありがとうございます。回復の方法、上ボ十字キーの上ボタンということで、わかりました。ここで、ちょっと前回の間違いを、うわっWhat? あ、これやばい。オーマイガッシュ。少しはかすめているのか。こっちに来て。このロケライ野郎やばい。あー、ゲレン、こいつ最悪だ。やつをやるぞ。俺たちの敵じゃないや。これもう絶対死ぬわ。スルーだな。うわ、厳しい。回復3つも使っちゃったもん。Let's go. Go. うわあ！これ一回でも落ちたら終わる。うわあ、厳しい。ああ、失敗した。やばいですね、これ。どう？これ、いける？ああ。ああ、回復が危なかった。さっきの敵倒、あれなんだ、薬もここで全部回復するんだ。あ、それは素晴らしい。よし、電子音、これスキャンしてくれ。何なんだ。うわあ、厳しいですね。上に行けんじゃないか。あ、スキルポイントゲットしました。ああ、おお、これちょっと待てよ、これも、お、開かない。あれ、これの目標ってこの先端に行くこと。この先端ってなんか、あ、何もないのかな。あー、うーん、まあいいか、こっちか。あい、あいや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 、これ多分ショートカット開くんでしょうね、ここね。ゆっくり行きましょう。これ苦手だわー。あぶねえ。よし、あ、ここちょっとやりにくい。 OK、 いけたかな。シュイ、 OK。まだ、わ、地下に行くね。なんだこれ。ライフエッセンス。あ、彼らはせき立てられていた。異物探索の遅れか。もう一個見つけた。シークレット発見。あ、これシークレットだったの。収容するストームスルーパーたちが詰めた遺跡の箱、今回は何という。あれ、今ここ来たんですよね。あれ、自分でどこいるか分かんなくなってきた。これ行きましたもんね、ここね。ここは戻って、この先にやっぱり進まなきゃいけないってこと。わお。ダーン。あ、そういうことだ。あ。まあ、ゼフォの像に違いない。あ、あの。正しい方に進んでるようだ。なんか見たことあるな。あ、いた、ごめんなさい。バレてる。痛いな。なんかうまく当たんないな。俺あれかな、ショートカット。
このショートカット。スキャン。なんだ。友よ、ボガードを立って以来、私はかつての予想を超えてゼフォについて多くを知ることができた。あー、さっき電気つけたとこだこれ。多分後々の探索用にこうやってショートカット広げられてるんでしょうね。どうかなこれ。あー来た、かっこいい、決まった。いたたたたたたた、あの上にタンクみたいなのある。足、膝小僧に当たるの嫌だな。左上に敵、いい加減に OK。ロケランの人嫌だわ。うわっ、先急ごう。あの氷をスライドしてきても問題なさそうだな。ナイス。ガードしてんだけどな。さあ発言してもよろしい。さあ英語だ。ブラスタービーム的ななんか欲しいな。一回こいつ倒して、あとはもう返す返す。へい、うわぁ、俺には叶わないぞ。これ目の前でやられたら嫌だろうな。ジョルノ・ジョバーン、パンチしてゆっくりにするやつ。あ、体力よ。レベル上げしとこう。こっちに行くか。あ、なんかこれ、これなんだ、これなんかありそう。あ、押せないぞ。押してフォローマップ。あ、嵐の中心を見つけ出す。色わからんな。ん、なんか今ポワン。さあ、じゃあスキルどうするかですよ。スキルツリー、今までは結構肉体的なことを集中してやってきたんですよね。スプリントストライク、ダッシュから攻撃することで特殊ライトセーバー攻撃を行える。高速回避後の攻撃で素早くキック、彼が前方にダッシュしてターゲットを攻撃。ルート通り行かなきゃ。じゃまずこれだな。あ、これいいな。これはいい。回復して、あ、でも回復するとあいつら蘇っちゃう。まあいいや。おお、いいですねこれ。あ、しかもあいつなんかシールド、待って、穴二つ、あああっちにも穴あんのか。うわ、どっちから行こうかな。ちょっと確認するか。これ今ここでしょ、この穴見てますと。これもう一個の穴か。あ、どうしようかな。ああ繋がってるかよくわかんないな。まあこっち行くか先に。こいつシールドストームトルーパーとか、そんな。助かるぞ。ロケットトルーパーか。あれ。ああ。生きてられると思うな。やつのガードを崩してやる。
ああ、そういうことか、当たんないんだ。うおお、うわあ、やめて。そういうことか。そっか、いろんなレベルの敵が出てくるわ。そりゃそうか、ガードをしない敵なんてそうそう出てこないですもんね。お、アイテムある。あー、スコンプリンクがないからダメだ。あ、育つのが楽しい。種ゲットした。ダッチ、こっちは。おお、かっこいい。あの飛行機がめちゃくちゃかっこいいわ。おい、どうした。スターウォーズっぽいな。新しいスリープ、自然の力2。そうか、下通ればいいのか。そういうことだ。ガラス、おお。ああ、ダメか、割れるかななんて思ったけど。これどこだ。あ、戻ってきちゃった。あー、なるほど、これちょっと上行きましょうか。うわこいつもう完璧スローしないとまで。うわわわ、また来た。やってんなよ。ペッ、感謝するよ。ロケットランチャートルーパー、足悪いな。俺なんかアイテムないかな、ここ。やっぱこの辺の雰囲気はスターウォーズエピソード1、あ、1っていうか3か、思い出しますね。我々はテホを占領し、その住民を移転させました。オーガー計画のためのデータや遺物は、オーガー計画、電磁気を帯びた風により採掘機材が使えなくなっている上、危険な生物により命を落とす兵士が増えています。この星での任務達成は不可能です。持ち込んだ装備が盗まれないよう、基地のみを残して計画を破棄することを提案します。何のなんかリーダー格でもないやつが皇帝にあんなこと言ってる。いいの。開かないな。強いんだよな。苦しいか。うわー、だられ、嘘。何度か戻ってまいりました。ちゃんとパーリーすれば全然問題なかったですね。分かった。キーはパーリーだ。何が見つかったんだ。これいいのかな、行って。まあでも後で戻ってこれるからいいか。うわー、おお、すごい。また難しそうな。あばばばい。間違った。
あ、しか。危ない。おい。よし。ああ、なるほど。よし、何があった？ここはまだ大丈夫だ。ここは。穴掘り機みたいなことなのかな。これどう？え？うわあ危ない。ああランニングマシーン危ない。ここであなたの場所を掴んだわ。え？離れて早く。分かった。助かる。うわもうちょっとだな。ここまでか。もう助からない。ここで生き残るのは俺だ。あ、そっか、赤い攻撃ダメだった、思い出した。問題ない。どうした？やばいやばいやばい。スチームを使わず戦え。次はやつ。なんか下手だな、俺。オッケー。ちょっとコンバット練習しないとダメだな。情けない、ほんと。おい、どうした？何か見つけたのか、BD？ スターファイター。あ、マンティスに、あれか。飛行機の色か。うわーこれうわーこれ苦手なやつだ。うわ続くね。オーケー。うわーうわ最初からうわマジかー。ここめちゃくちゃシビアだな、自分にとっては。 OK よし。あ、情報があった。電柱は何を？コルドバには触れてない。彼の足取りは知らないようだ。それはこちらに有利ね、今のところは。いいね、基地の中みたいになってきて楽しくなってきた。なんか変な、うわあ、お前か。このゲームあの曲流れてくんないかな。なんだっけ、テッテッテレレッテッテッテレレッテッテッテレってやつ。デュエルオブフェイトか、曲名確か。あれ流れてくれたらめちゃくちゃあれだな、燃えるな。面白いな、道は正しい。二つ道があるね。ただあるだけか、これ。なんかインディージョーンズみたいになってきた。
あれスキャンできるか。通れなさそうだ。もっと強い武器手に入れたら、なんか隠れボスとかいんのかな。あのルークが戦ったあの白いモンスターみたいなやつで。この先は嵐だ。何かが帝国の装備をダメにした。何かに引き寄せられる感じだ。嵐の向こう、その感覚に従うの。フォースで研ぎ澄ませて。分かった、動力。もうでもすでにあの角がある敵あそこで待機してますからね。あいつどうにかしたいな。まずスキルツリーですね。ディーピングスラッシュ、オーバーヘッドスラッシュに続いて強力な攻撃、これいいかもしれないな。フォース使うけど、え、あ、2スキルポイント。あー、そう、キックはいらないな。ちょっと貯めましょう、2つ。あ、下はいける。うわ、待って、あそこにもいる。目的は、でもあそこ砂嵐のとこ青いのありますもんね。降りるか一旦。足腰が痛いから。スニーキングみたいになったらな。よし、なのでフォース無駄に使っちゃったな。お、まあ、またこれか。繋がってるのか。またこれ？この赤い扉もすごい気になるな。こっちのなんか階段の上にもなんかありそうな気がする。ないな。あいつ絶対ここのボスですよね、このね。いい、ナイス。よーし。あー、ルートがある。あー、来た。やっぱ正面に立っちゃうといけない。まあそうだよね。うわ、痛い。スティムをこっちに。治ったぞ。使いまくっちゃった。まあ倒したところで何もなかった。正直意味はなかった。まあ今後なんかあるかもしれないですけど、今はとりあえずこの左の穴蔵に行きますか。ない曲。砂嵐の中に入るの。こんなすごい嵐は初めてだ。これ止めて。凄まじいな。これどうしたらいいんだ。入ったはいいけど。ロボットはここにいる。で、ああ、踏めばよかったの。おお。ここはおそらく見つかった中で最も古いゼフォンの遺跡だ。私は自制を試みたが、ホガードの宝物庫のことが
頭から離れない。ゼフォの全ては宝物庫のビジョンに導かれていた。その訳を知らねば。エレベーターになってたんだ、天然の。わかるわけがない。なんかこれ降りちゃったら戻っちゃう。あ、関係ないわ。ずっとあそこ座ってなきゃいけないかと思った。霊廟に来た。おお、すごい。あ、まだ穴落ちてくんじゃないの、もしかして。コルドバについては一体何を探せばいいのか。ボールだ。あれは少し変わり者。よく知ってるわ。けれど遊びで謎を出してるみたい。視野を広く保って。これフォーススキルでパーンつってボール落とすんじゃないかな。多分。あのボールどうやって落とせるんだ。あ、待って。こっちだ。あー、多分ね、新しいスキル学ぶんじゃないですかね。見たか。うわー、気持ち悪い。なんかこれ。え、ちょっと待って。これ何？うわー！あー、爆発植物みたいな。確認する。そっちはどうだ。よかった。脅威が近づくと爆発する。わわ、え、ちょっと待った。これ間に合うかな。あー、そうだよね、無理だよね、これ。でも、はあ、あ、ごめんなさい、そうか、壁歩きか。また忘れてた。トゥーン。倒せよ、今の。あ、球体がある。スティム出しとくか。この雑魚敵も意外に痛いんだよな。うわ、半分だった。正面にいちゃいけないよね。ロックオンしないとだ。うわ、すっげえ。丸焦げ、気持ち悪いな。あいつをどうにかだね。これは何だ。あー、わかったぞか。あ、これいいんじゃないの。だー、行き過ぎた。これは風で鳴ってるだけじゃない。あー、潰される。こっち開けなきゃだな、多分。これだ。あー、ここ。あー、あー、これ入りたい。これは絶対に欲しいですよね。これ押せんのかな、俺。押せないな。いや、ヒントはいらない。こっちだな。おう、
汚いぞお前ら。やばい、殺される。いつもギリギリだな。これ上か。へい。あれでさっきのとこ解かないともしかしていけない。あー、これはこの次のステージだな。はい、お、びっくりした。ちょっと考えます。多分ちょっと今全然ヒントもらってないですけど、多分分かりましたね。これ風吹かしてボール当ててあそこ壊すんでしょ、多分そういうことだ、きっと。いけ、壊せ。ああ、はい、そういうことだ。で、これつけた状態で、もう一回飛ばして、そうですね、これ飛ばして、で行ってる間にこいつもつける。ただ弾が多分ここでうまい具合にビューっつっていくんじゃないかな。来た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 。ゴルフか。でまずこれいらないですもんね。ここ止めて。で、これ、あ、これ勝手に出てんのか、これは。ダメ？見ながら調節しなきゃいけないのかな。そんなことないだろう。わからん。この2つの力に押されていくと思ったんだけど、ダメ？でもこれ吹いてないからいかないですもんね。どうしたいんでしょう。オーマイガーシュ。できた。これフォース使って止めなきゃいけなかったんだ。うわ、きつかった。全然わかんなかった。これらは瞑想の儀式で使われた。やばい、フォースの訓練をしていたようだ。しかもこれストーリーに関係なさそうだし。めちゃくちゃめちゃくちゃ苦労したわ。フォースでうまく止めて真ん中のとこで、で、エアコンみたいなやつ切ってやれば普通に行けましたね。なんだよそれ、めっちゃ苦労したわ。で、ここは？これ登れんのか。あ、登れる。あ、なんだ、さっきんとこやんなきゃ。オプショナルかよ、さっきんとこ。なんだよ。あー、もうこれかん、わかりますよ。これも止めて、で、フォースかけて、開いて。あ、違った。ちょっと一回止めて、多分サイドでしょ？ここから多分、つかなきゃいけないから、いい真ん中具合に。違う。あれ？そういうことじゃないのか。乗れないですね、高さ的にね。ちょっと待って、乗れる？あ、しかももうフォースないかも。フォースあるか。あ、やっぱそうだ。
そっちはどうだ。あ、関係なかった。行けた。うわうわ、またゴルフやんなきゃいけない。ゴルフ苦手です。よし、とりあえず今日ここぐらいにしよう。ここまでご視聴ありがとうございました。次回またよろしくお願いします。ピースアウト。